あ、ほら、先読み禁止ですよ。先読み禁止ですよ。妻が妊娠したと知った時の気持ちを教えてください。一人目の時は仕事頑張らなきゃなっていうのと、それ出来上がりを楽しみにしてください。俺よりあなたが盛り上がってないから。盛り上がって、いや、そんなことない。先生、先生、あれで先生ですか。バンと遊ぶ家族、家族、家族。今日はですね、前回私に100の質問をしてもらったので、今回はパパにですね100の質問を見つけたのでやっていこうと思います。いっちゃいますか。いきますよ、もう、はい、パパいきますからね。あ、2行で答えてくださいって私前回言われてますからね。いきますよ。はい、お名前からお願いします。真中龍之介です。生年月日は知りません。フィクレット。わお。職業は何ですか。職業は植物の販売とガーデニングのデザインをしております。仕事は忙しい方だと思いますか。忙しい体力仕事ですね。仕事を家族に認められていると思いますか。認めてくれてますね、すごく。仕事以外の自分についてどう思いますか。結構シャイだし何も喋らない。お子さんは何人ですか。お子さんは3人とプラスアルファお腹に1人います。何歳ですか。フィクレット。わお。お子さんの性別を教えてください。女の子3人と男の子がお腹にいます。妻が妊娠したと知った時の気持ちを教えてください。1人目の時は仕事頑張らなきゃなっていうのと、2人目の時と3人目の時はなんかもう仕事忙しすぎてそれどころじゃなくって、今回4人目のはシンプルに嬉しいなっていう、なんかこう男の子だし違うことやれるなっていう嬉しさがありました。妻が妊娠中何か特別なことしてますか。してあげられてるかな。怪しいですね。それに対する妻の反応はどうですか。でもなんかこう重いもの持つよとか、そういうなんか意識はみたいなのは勝手に多分なんだろうね、母子本能みたいなのあんのかな。立ち会い出産しましたか。立ち会い出産も求められるんでします。そう、僕がこの気づいちゃうからね、夜ね。じゃあ理由もそんな感じですか。理由教えてください。なんかこうするもんだと思ってたっていう感じです。初めてお子さんと対面した時の感想を聞かせてください。嬉しかったかな、すごく。なんか不思議な感覚だった。育児は好きですか。育児あまりしてないですね。あらあら。育児参加してる方だと思いますか。してない方だと思いますけど、うん、そうですね、すいません。妻とお子さんどちらを愛していますか。Both. どっちも。どっちもってことなんですね。その理由を教えてください。もうその比較はできないよね、やっぱり。じゃあ育児教育方針でこだわっているところを教えてください。すごくこだわってない。やっぱありがとうって言わせるって変だけど、うん、ありがとうとかね、ごめんねってシンプルに言えるような子に育ってほしいなって思う。妻の育児いいと思うところはどこですか。うーん、可愛いところいいところ、それ。それ大丈夫。いや違う。なんだろう。やばい。悩みすぎじゃん。うん。パス。妻の育児改善点はどこですか。ちょっと怒りっぽい。それしかないんじゃん。あなたの育児改善点はどこですか。いろいろもっと手伝う。ほぼ全てにおいて。お子さんはあなたのことどう思っていると感じますか。好きだと思ってくれてると。妻はあなたの育児に満足してると思いますか。育児に関してはなんかまあ満足はしてないんでしょうけど、お互いの部分を理解した上でしょうがないと思ってくれてるのかな。わかんないです。パパにしかできないことって何だと思いますか。僕にしかできないこと、いやほとんどの人ができるんじゃない。ただでやるかやらないかができないかっていうことだよね。ないと思う。じゃあママにしかできないことは何だと思いますか。ママにしかできないこと、包容力。ないのかな。間が。妻が体調不良の時あなたはどうしてますか。結構優しめだよね、風邪ひいた時とかは。まあ、あんま風邪ひかないからね。ああ、まさかのね。あんまり心配したことないから。そうかもしれない。お子さんが生まれて変わったところはありますか。責任感。お子さんの名前は誰がつけました。結構な割合で俺。そうだね、そう思う。名前の由来とかありますか。名前の由来は結構植物の名前をつけてます。お子さんはどちらに似ていますか。ね、上が僕、真ん中が妻、下が僕。お子さんが似ていることについて感想をどうぞ。嬉しいよね、やっぱ可愛いよね。みんなそうなんじゃない。お子さんにどう呼ばれていますか。パパ。どう呼ばれたいとかありますか。将来的には名前で呼ばれてもいいかな。女の子だったら。お子さんの成長を見てどう思いますか。
今を大事にしなきゃなっていう、なんだろうね、ふと考えちゃうね、未来と過去を考えちゃうね、今大事にしなきゃなと思います。どんな人に育ってほしいと思いますか？男に騙されないでほしいのと、まあ、こう夢を追いかけてほしいなって、女の子でもどん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 やる子になってほしいなと思います。お子さんを有名人に例えると誰に似てますかね？有名人、I don't know. ではあなたは誰に似てますか？僕ですか？パス。パスパ。家族でお出かけする頻度はどれぐらいですか？いや、だいぶ少ないよね。少ないね。超ないよね。ある？ないから増やしたいねって思ってるよね。そう。去年なんかもう指で数えられる方で、そうだね、本当にそう。しっかり行くとか。それで家族は満足していると思いますか？いや、我慢してんじゃないかな、子供たちは。っていうのを考えて、今年はもっと時間を作りたいなと思ってます。夏休み冬休みはどう過ごしていますか？夏休み冬休み、お正月休みしかなかったね。そうだね、休みがなかったね、はい。お子さんの好きなものを把握してますか？それは何ですか？子供の好きなもの、なんだろう、プレイゲーム。ああ、そうだね、ゲームは好きだね、yes. お子さんの嫌いなものを把握してますか？嫌いなもの、怖いこととかね、本当に恐怖。そうだね。意外と俺のこともそう思ってる。そうだね、はい。育児について妻と話し合う時間どれぐらいですか？あんまりないかね。話し合ったりはしないね、うん。妻の育児の悩みを把握してますか？把握、この間しました。妻の悩みに対してどう対処してますか？ママはよくやってるよって。おだてるってことですか？いや無理しないでねっていうは言うよね。優しさですね。お子さんに何か習い事させてますか？させてます。習い事についてはどう思いますか？習い事はいっぱいした方がいいのかな、まあ、本人がやりたいと思えばやった方がいいのかなと思ってます。おすすめの遊び教えてください。おすすめの遊び、あ、外で、それは、家族で行きたいところはどこですか？家族で行きたいところ、うん、日本全国。おお、広いですね。おすすめのプレイスポットはどこですか？おすすめのプレイスポット、yes. どこだろう、本当に出かけてないから、そう、どこって言われても分かんないね。そうだね、はい。お子さんに彼氏ができたらどう思いますか？表情が物語ってたところにいただけると沈黙は一番怖いってやつですね。お子さんにどんな人と付き合ってほしいと思いますか？友達とか。あ、友達とか、うん、嘘をつかない子たち、うん。じゃあお子さんにどんな人と結婚してほしいと思いますか？思いやりがあって優しさのある人かな。こんなパパになりたいという理想の人はいますか？こんなパパになりたい、常に仕事を考えてるんで、あんまりそっちに対しての理想を抱いたことがないかもしれないです。こんなパパになりたいという抱負をどうぞ。やっぱずっとパパ好きだよとか、かっこいいよねって言われたいなっていうの思いはありますね。周囲で育児話が始まりました。ついていけますか？ついていけません。育児が終わったらしたいことはありますか？結構自由に話してもらってるかもしれないですね。そうか、ないか。ママとどっか行くっていうのは行きたいよね。行きたいね、ガンガンね、いろんなとこね、うん。パパになって良かったことは何ですか？パパになって良かったこと、ある意味で人になれた感じ。そうだね、パパになって悪かったことは何ですか？悪かったことなんか1ミリもないよね。もう良かったことしかない。お、素晴らしい。まるまるちゃんのパパと呼ばれることについてどう感じますか？いいんじゃないですか、それはね、もし来たらね、うん、男以外は。一番楽しかった家族の思い出は何ですか？一番楽しかった家族の思い出、あ、でも本当についこの間行ったのとかメモリー残ってるよね、動画で撮ったやつとかね。そうだね、すごい楽しかったなって、それもありきでキャンピングカー欲しいみたいなのもあったしね。そうだね、きっかけになったね。パパ友はいますか？いませんいませ ん, せんいません。お子さんのお友達について把握してますか？友達、あ、把握してますよ、ちょこちょこね、ちょこちょこね。お子さんのお友達のご両親は知ってますか？知りません。そうですね、お子さんを受験入学とかさせたいと思いますか？僕自身ほぼ受験してないんで、別にあのどちらでもいいです。なるほど、はい。教育方針は夫婦で統一されていると思いますか？ある程度統一してるよね。そうだね、優しく育ってほしいとか、やりたいことやってほしいとか、
ね、そこに対してはね、うん、全然ね、外で見かけた子育て悪い家ありましたら教えてください。インタビューあるテンション低くね。え、そんなことない。何？ One more。 外で見かけた子育て悪い家ありましたら教えてください。あ、もう人前でめちゃめちゃ怒ることね。あれは絶対いけないと僕は思う。うん、じゃ逆に良い例があったら教えてください。良い例、うん、ある意味で羨ましいなと思うのは、逆にこうすごい なんだろう、その許せちゃう心が 広すぎる人。わかんないけど、すごい逆に持ってないところもあるんですごいなって思います。親子ペアファッションやってみたいことありますか？ペアファッション結構やったりするよね。うん、楽しいですよね、うん、家族みんなでお揃いファッションしてる人を見たらどう思いますか？別におしゃれだったらいいよね。なんかピンク、青、黄色とかそんなそうだね。別荘を買うとしたらどこにしますか？別荘、Why？ あ、いいですね。そこでやりたいことは何ですか？何やだから。え？そこでやりたいことは何ですか？やりたいこと、あ、ただただ日焼けしてたい。海見て、波の音聞いて。家族はどう思うと思いますか？いいねっていうのも。家族会議、お子さんも参加してますか？家族会議はまあしたことないね。まだ喋れない、分かんないから、ね、会議自体あんましないね、うん、お子さんにおもちゃを買ってあげる基準があったら教えてください。あんまりないから、意外と緩いよね。なんか捨てちゃうようなものはいらないかなっていう感じですね、うん、お子さんのイベントを仕切るのは誰ですか？イベントって例えば七五三とか。イベント仕切るのは結構ママでね。でもその言うのに撮影したりっていうのは俺がウェーってやるよね。そうだね。それに夫婦とも満足していると思いますか？まあ、それは満足してるよね。うん、そうだね、してるね。心が楽しくやってるもん、このおたふくが。え、おたふくはですよ。おたふくです。お子さんがいる前で夫婦喧嘩が始まりそうな雰囲気です。あなたはどうしますか？喧嘩する？するよね。そんな頑張する、まあ、もしそうなったらって時だよ。え、何？どういう、抑える？え、嘘だなと思った。できちゃった結婚についてどう思いますか？気をつけましょう。お子さんができちゃった結婚することになったらどう思いますか？うーん、時と場合によるけど気持ちを尊重します。お、いいことだ。実はお子さんが生まれる前は子供好きだった？嫌いだった？子供嫌いだった。実は今はすっごい好き。そうだよね、うん、お子さんのことを可愛いと思ったのは生後どれぐらいの時期ですか？あ、でも意外と最初はやっぱり喋れるようになるまではよく疎通の仕方が分かんなかったから 2,3 歳までは意外と分かってなかったかもね。そうかもね、うん、意外と 2,3 歳って長いけど。2人目生まれてるけども。お子さんのどんなところが可愛いですか？よく笑ったり無邪気なところだね。うんうんうん。親バカだと思いますか？きっとそうなんでしょうね。いや、きっとそうなんでしょうね。そうだよね。そうだね、うん、うんうん。お子さんの他の子には負けないというところを教えてください。長女はすごい真面目さ、うん、次女は周りを気遣えてパワフルなところ、うん、三女は個性的で何もこう気にせず前に進んでってるなっていうところかな、うんうん、あなたの他のパパには負けないっていうところを教えてください。僕が他のパパに負けないっていうところ、うん、まあ、負けるか負けないか分かんないけど突き進む力。妻の他のママには負けないと思うところを教えてください。いや、家事もできて育児もできて仕事もして、つく暇もなく仕事してるところ。やったね、褒められちゃったよ。単身赴任についてどう思いますか？単身赴任絶対したくない。絶対無理。家族と接する時間は週にどれぐらいですか？家族と接する時間、うん、うん、ここ最近は多いけど本当にないよね。そうだね、本当ないね、うん、本当なかったな。在宅ってならなかったらほぼないよね。ないね、うん、その時間に満足してますか？自分たちの時間も大事にしようかなっていう転換期ですね、うんうん、他のパパへ一言お願いします。パパやるしかないぜ。これからパパになる方へ一言お願いします。こう想像している以上に楽しいこともあるし大変なこともあるけど、まあ、それがこう糧となってこう日々のこうパワーにつながると思うから、パパになることは悪いことではない、いいことしかないと思います。はい、カン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 、100個終了です。お疲れ様です。すぐ終わったね。どうでした？いや、全然1000問ぐらいいけそうだったけど。でもこれ
もね結構ね20分くらい。どう、変だった？なんかちょっと適当すぎた？いやまあ適当ぐらいが本音でしょきっとね。うん、うん、じゃあそんな感じでこれちょっと後で私編集するんで。何それ、出来上がりを楽しみにしてください。俺よりあなたが盛り上がってないから。盛り、え、いやそんなことない。ありがたいですか、ありがたいですか、いやリポーターにちょっと文句言うのやめてください。ちょっとこれあなたが主役なんでいいんですよ別に。大丈夫、面白いよ俺のこれ。意外とね他のパパが見たいかもしれないし、パパになる人が見たいかもしれないよ。そうか、うん、終わりにしましょう。じゃあここまで見てくれて皆さんありがとうございます。お疲れ様です。乾杯。乾杯。ハッピーサンデー。お疲れ様です。危ない、マナー落とす。リポーターにちょっと文句言うのやめてください。